皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー元気に楽しくわっしょいわっしょいやっていこう。靴下を枕元へ、クリスマスのご用意はお早めに。こちらもですね、前回と同じくトラウマ界のイベントで靴をテーマに使ったコースを募集した時に送られてきたコースになります。クリア率約 4.9%、 約というかぴったり 4.9%。 クリスマスっていうことで時期外れではあるんですが、早速遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。まずはオーソドックスな感じでございますかね。靴を取ってからのヒュー。なぜ落ちるかな、なぜ落ちるかな。ここが意外と難しそうだけど、入れたりする？入れない。でどんどん登っていって、どんどん登っていって、どんどん防虫、どんどん防虫。お、赤コイン発見しましたよ。赤コイン全部で5枚ですかね、奥様。よいしょ。やっぱり赤コインは全部回収しないとね。上にはなし。あ、この羽付きの青レールの上に1個発見。からの、ほいほいほい。お、これは下になんかあるイメージ？なんかあるんじゃないの？なんかあるんじゃないの？なんもないじゃん。ただいっぱい出しておくと安心感があるのかな。これは、あー、了解。こうだ。これで5枚全部回収しましたので、扉を探していくんだけど、扉はどこ？大ジャンプするよ。これはなんだろう、サムネのマリオさんかな。よいしょ、お邪魔しますよ。扉じゃない、土管さんからの、お、やっとお題の靴が来たけど、こっち気になるよね。せっかく鍵取ってるんだから扉入っていこう。なんか書いてある、ラン、違った、ボーナスか、ボーナス。これでいいの？あのファイヤークッパクラウン乗ってないけど本当に大丈夫？よいしょー、ほい、ほい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 。どっこらしょー、からの、ほい。同じことの繰り返しでいいのかな。お、羽のついてるヒルに乗り換えて鍵扉にお邪魔します。 28？ 何 ?28 って、え、何何なのさ、28って。え、何、ここもしかしてなんか落ちてくる仕掛けになってた？でもゆっくりしてたからもう通り過ぎちゃった。まさかそんな、あ、危なーい。え、わからなかったぞ。危ねえ。え、どういうことよ、どういうことよ。これはまさか、おっとっと、扉に入ってから28秒耐久しろかな。しょうがない、今度は靴を履いてるとキャッチできないから靴脱いで待ってましょうかね。でも靴が消えちゃうのも嫌だな。ここは安定のカットかな、動画内ではね。まあ、待ってる時間を無視しててもしょうがないんで、私トーク力がないので、トーク力ないのが売りのくるくるくるでございます。ビビリプレイでトーク力がないクルクルクル、最低だな。これでいいのかな。土管にお邪魔します。そしたらこっちだよね。ゴール、イエース。あそこの土管は入らなくてもクリアはできたのかな。はい、そんなわけで靴下を枕元へ、クリスマスのご用意はお早めに、和洋さんクリアしました。ありがとうございます。
はい、それでは次はこちらのコース遊んでいきたいと思います。いいねランキング国内難しい第3位、諦めるな時間厳しめの40秒スピードラン、せいやさん、クリア率 2.69% でございます。いいねランキング3位、どんなコースでしょうか。七光がやられたのに驚いてマリオもやられちゃった。こっちでいいんだと思うんだけど、赤コインを回収してからの左に戻ってからのブラッパ越え、ブラッパ越えからも特に何もなかった。アナちゃん踏んで三段ジャンプからまたパックンさん、1,2,3 っていうわけではなかったね。今のところ特に難しいギミックはないかな。この最初の七光に驚かなければここまでは簡単に来られるはず。この反応いつももうちょっと早くできるようになるといいんですけどね。1,2,3ガリアしてないけど、3ガリアって言っちゃうんだけど、結構そういう人いるんじゃないでしょうか。よいしょ、次だっけ違った、この先だ。すぐにパックンさんこんにちはからのこれを取ってダメージを食らっちゃって、大きいマリオはキープしていかないといけないスタイルで残り14秒。ポンプはできるだけ踏まない方が早い。クリボ312のサンガリアできなかったけど、まあいいか、これでいいかな。クルリンクルリンいらなかったかもしれない。時間厳しめって言ってたからできるだけミスはしたくないんだけど、残り1秒、間に合えからの間に合った、危ない。いや時間ギリギリでしたね。残り何秒だったんだろう。39秒350。あ、でも 0.6 秒ぐらい余裕あったんだね。次のコース遊んでいきましょう。はい、今日のラストこちらのコース遊んでいきたいと思います。ミニゲームスランド、楽しいミニゲームが盛りだくさん、ののさん、ベストタイムが18秒早、クリア率で約 5% でございます。ミニゲーム系のコースっていうとベルリさんのコースが有名だと思うんですが、この方はどんなコースを作ってらっしゃるでしょうか。これを叩いても何にも取れないですよね。とりあえず土管が2つに扉が3つ、まあとりあえず手前の土管にお邪魔してみましょうか。これはパックンさん必要なのだけ倒してやれっていう感じですよね。試してないけど多分、あ、やっぱりハズレを倒すとそうなっちゃうのか。ただね、これには裏技があってね、画面スクロールすると消えてたりするんだな。はっはっはっは、いい子の皆さんはこんなことしちゃダメですよ。で、無限中間システムになっているとここ入れちゃうね、っていうかこっちでいいのかな。で、戻っていくスタイル。次の扉を邪魔しますが、ベストタイムを見る限りではきっとなんかに抜け道があるんでしょうね。花ちゃん、おーし、うまく反応できたぞ。ただあれだと喋れないのが難点だ。これで扉2つ目、次扉3つ目に入っていく。次は P スイッチ踏んでーの。あー了解、耐久か。これでいいのかな。クリボーさんにやられないように進んでいきましょう。大きくなっちゃった、耳が大きくなっちゃった。次、左のここは叩いても意味がなかった扉。ブラパを倒せっていくと、だったらパウだと思うんだけど、いいのかな。スター、どういうことだろう。氷を壊せかな、だったらこっち。はい、こういうことか。よく画面を見ていけば大丈夫。レールがある。こっち
あ、レールじゃないのか。トゲがある。どういうことだ。さっきのヒントよくわからなかったけど、まあいいか。これで戻れば、また次のところ、進んでいけますね。進んでいけるよね。おー、大丈夫。次またこっちかな。奥の扉に入っていくれ。Pスイッチ踏んで、こっちか。あー、Pスイッチの効果時間内にどんどん進めと。進めや進めや進めや進め。ほい。これでいいのかな。1、2、3。あー、難しいぞ。もう一個踏んでった方が良かったか。間に合え、間に合った。このやかましい音楽のせいでピンスイッチの切れるタイミングがいまいちよく分かりにくいけど、次はどうしよう。下行くか右行くか。ここは入れないか。じゃあ右だな。ここに最後の赤コインがあるんでしょうか。ファイヤークッパクラウに乗って亀を倒すと。亀シューティング、よいしょ。いつも的にされて、そうそうそう。よく考えたらね、わざわざため打ちする必要はなかったんだ。これで全部の赤コインゲット。鍵を取って、扉にお邪魔したら、なんだろう、ゴールかまだあるのか。はい、上へ登りよ登りよ。登ったらさあスターラン。急ぎや急ぎや急ぎや急ぎ。ここまで来てやり直しはきついぞ。ゴール。ふふう。いやー、すべての部屋のミニゲームが難しすぎなくて、いい難易度でしたね。何気に一発クリアかな。久しぶりだ。はい、今日も3つのコースクリアさせていただきました。コース募集中ですので、どしどし、YouTube なり Twitter なりでお寄せください。では今日はこの辺りで終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。